1949年、米川正夫は、日本のロシア文学者、翻訳家。岡山県高橋町の七夜の家庭に四男として生まれ育つ。高橋中学校時代に鶴る芸ネフ、片恋を愛読、ロシア語の道を志して、1909年、東京外国語学校ロシア語本科に入学。翌年、旧友の中村白洋などと共に、雑誌。 ロシア文学を創刊、この雑誌で翻訳を始める。1912年、外語を主席で卒業。卒業後、鉄道省の採用試験に失敗、しばらくフリーランスの翻訳や来日ロシア人の通訳で生計を立てた。1912年8月、三菱に入社、長崎支店に勤務。同年11月から旭川第七師団のロシア語教師として、 北海道に赴任、ドストエーフスキー、白地翻訳に着手。1914年、諸女出版として、新潮文庫から刊行開始。1916年に第7師団を辞任、同年大晦日に上京。1917年、大倉省に入省。10月朝鮮からシベリア経由で、私ろ、ペトログラードに駐在。ここで10月革命に遭遇する。 1918年、ロシアの国内線の拡大に伴う生活危機により、帰国。同年6月に、大倉省を退職し、横浜のロシア領事館に通訳として勤務。同年10月に、ロシア領事館を退職し、翌月からシベリア勾配組合の神戸支店に勤務。神戸で2年間を過ごす。1920年12月、陸軍大学校にロシア語教官として勤務。 東京に戻る。1927年10月革命10周年を迎えたソ連から招待を受け、同年10月、ソ連としては初めての訪問を果たす。1929年から31年、名優、白洋と企画したトルストイ全集州を岩波書店から観九1934年から明治大学でも講師を務めた。百三十五年、 罪と罰を翻訳し、ドストエーフスキーの後期後大長編をすべて約了。1941年、小炉ホフ・静かなドンの翻訳発表の可否について、内務省検閲課に相談したことが問題視され、4月、異ん退官の形で、陸軍大学校教授を事実上解雇される。その約1ヶ月後、かつて自宅に下宿させていた青年ミハエルコーガンが、 マージャン爆罪で逮捕されたため、その巻き添えにより米川も、また同罪で逮捕された上、ソ連のスパイ容疑者として、警視庁原宿署の取り調べを受けるも11日間で、釈放された。同年、川出処房から、個人役、ドストエーフスキー全州を刊行し始めるも、紙不足や情報局の統制のため、1943年、第4巻をもって、刊行中止となる。 1943年、全臨外事専門学校にロシア語講師として勤務。翌年夏、異潰瘍の診断を受け、自宅療養しながら仕事を続けた。1945年3月、空襲を逃れて、東京に塩木久保の自宅から、北軽井沢の別荘に疎開。敗戦後、同年暮れから東京に戻る。1946年4月、10年ぶりに、 再建された早稲田大学文学部論文化に、岡沢秀虎教授の梱望で迎えられ、講師に就任。1948年、吐血する事態となり、手術、胃の3分の2を切除する。1951年、壮大文学部教授に就任。1953年、国際ペンクラブ大会に出席、ヨーロッパ歴報を果たし、ソ連にも再訪。 戦後の翻訳としては、1946年12月から52年、個人全訳で、草原社、トルストイ全集を刊行。51年から53年、41年から、新血を注いできた、川出処房版、個人全訳、ドストエーフスキー全集全十八巻刊行。ようやく完結にこぎつけ、1953年、同全集の翻訳で、読売文学賞受賞。 1961年1962年にもソ連を訪問62年早稲田大学を定年退官1964年食道癌と診断され1965年12月に死去去年74米川はドストエーフスキー全州完結後も全州の追放とするべく 未訳資料の翻訳を進めており、最後の入院中も、現象を話さず、罪と罰創作ノートの翻訳が移行となった。1966年1月の葬儀を、葬儀委員長として取り仕切ったのは、修正の友、中村白洋であった。翻訳家生活最初期から修正関わり続けた、ドストエフスキーをはじめ、トルストイなど、19世紀から20世紀にわたる、 膨大なロシアソビエット文学を翻訳。翻訳会において、同時代に活躍した、白洋や原久一郎と並び称され、日本における、ロシア文学授業史に欠かせない人物の一人である。イボ調子、テイは、テルジュの芸名を名乗る盲目の創曲家で、中学時代から姉に、ことの手ほどきを受け、創曲演奏を趣味とした。三味線、尺八も足しなみ。 1938年から、同郷の内田百と共に、素人のこと3年の会、桑原会を主催した。この会には、顧問として、妹、文子と、宮城道夫がおり、会員として、桂原茂、田辺久夫、厚見聖太郎、藤田俊一、大倉岸一郎、徳川義一町田義明などがいた。脳、洋局も苦労と裸足で、 これら古典芸能に幅広く精通。他に、マージャンも、修正の趣味であり、翻訳で一時代を築く一方、ヨカには、幅広い趣味を楽しんだ人物でもあった。戦術通り、米川の翻訳少女出版は1914年、ドストエフスキー、白地であり、その後、カラマーゾフの兄弟、悪霊、未成年と翻訳を進め、1935年、 罪と罰を翻訳して、ドストエーフスキー後期の大長編をすべて役上する。上記の罪と罰は、三笠処房で企画されたドストエーフスキー全集に翻訳人の一人として招かれた際に担当して新訳したものであったが、1941年、陸大退官後の米川は次の仕事を必要としたことと翻訳に専念する時間を取れるようにもなったことなどから、 個人全訳役でのドストエーフスキー全集翻訳を企画岩波書店に企画を持ち込み出版契約がまとまる。だが戦時体制が強化される中全集出版のための用紙が確保できず計画は中止せざるを得なくなった。しかしほぼ時を経ずして計画の頓挫を聞きつけた川出書房が版元に名乗りを上げ新たに川出書房と契約を締結する。こうして 全30巻の予定で、同年12月、全州刊行が開始される。この全州のために、米川は貧しき人々、虐げられし、人々などを侵略している。しかし1943年、繊維公用の出版物刊行が最優先される状況下で、全州刊行の続行は困難となり、13冊を刊行した時点で、出版計画は、 中止が決定される。ただ米川は観光途絶の後も個人的に作家の日記翻訳を続けており再起しての全集完成に向けた彼の情熱を伺い知れる。作家の日記翻訳は北軽井沢での疎開生活でも続けられて終戦を迎えた。作家の日記を米川がほぼ約了した1945年10月川で書房が 戦後版全集の刊行を申し入れ、翌46年6月、米川二度目のドストエーフスキー全集の刊行が開始される。戦後の深刻な物資不足は紙も例外ではなく、終戦後爆発的に高まった書籍需要への対応が追いつかない状態で、米川版第二全集も初回版と比べて一冊あたり約半分の厚さ。 また、紙室もかなり室を落としての観光を余儀なくされ、全5時間予定で観光が始まっていた。この前週の際に、ヨネカーはドストエフスキーの全創作作品を役料、観光を果たした。ただし、発刊当初は好評に推移していた売れ行きも、観光が長期化する中、物資不足が立ち直りを見せ、1950年代に入って容姿、養子。 増本ともに上質な書籍が増加したことで、第二前週は、採算がおぼつかなくなり、四十三冊を刊行した時点で、書簡集などを残して1951年4月に、またも続刊中止のやむなきに至った。しかし、川出書房も同年のうちにすぐさま新前集を企画、上質史を確保、豪華な想定に変更して、1951年8月、改めて、 米川個人全役による第3次ドストエフスキー全集を刊行開始する。今回は一巻あたりのページ数を第2全集の倍以上に増やして、全十八巻での企画であり、1953年9月に完結。戦前からの米川の執念がようやく結実し、それまでの翻訳人生の集大成をここで一旦果たすこととなった。 イボ調子、米川輝樹と時系の米川地下都シは共に、総曲家。地下都シの娘の米川ト子も総曲家で、人間国宝。ト子の娘の米川広ロも総曲家で、二代目、米川ト子となった。地下都シの息子の安尾も総曲家。末妹の米川文子も総曲家で、人間国宝。三兄である清の娘の米川美さも総曲家で、 人間国宝である。1915年、十枚のツタ子夫人と結婚。後5人の息子を設けるが、1923年に、次男、1930年に長男が病気で、陽性、1940年には夫人も病死している。夫人の死の翌年の41年、ご半生の伴侶となった15歳下の高志夫人を5歳に迎えている。妻の米川隆子は、 東京女子高等師範学校卒。戦後、英副長の米川拓に若い知識人が集まり、米川サロンの風情があったという。成人した三男の米川哲夫は、東京外国語学校ロゴ科を経て、東京大学史学科卒、ロシア文学者、ロシア近代視野で、東京大学名誉教授。四男の米川和夫は、前輪外事専門学校ロゴ科を経て、 総大路文卒、ロシア文学者、ポーランド文学者で、明治大学教授、伊尾の米川義雄は、総大仏文卒、イタリア文学者で、国学院大学教授を務めた。定 <D S 1> <D S 2> 駒、米川常太郎菊江、早見、都子小広江、地下都市、安尾、竹恵ぐ木清美佐尾、常尾、文尾、 マサオテツオ、カズオ、ヨシオ、フミコ、山本夏彦は、その著作、米川マサオ論で、本来、血脇肉踊る大河ドラマであるはずのロシアの大作を、無味感想で怪獣な文章にしたのは岩波お抱えの、米川マサオ以下の翻訳者が、文法的に正しくありたいあまり、日本語のリズムを失ったからだと批判している。カスヤカズキ、 20歳にして心朽ちたり、中村みのる、日の匂い、ありがとうございます。